怖い怖い、まともに見ていられない。どうもピーチスと申します。ようこそ。検索してはいけない言葉をみんなで検索しようぜという動画へ。さあまずはリクエストしていただいた言葉の中からこちらのワードをご覧ください。陽気 BGM カルテルということで、そんなにね怖い響きじゃないですよね。行きましょう。はい。もういきなり検索してはいけない言葉ウィキがこれですかね。2ページ目に表示されてたんですけれども、陽気 BGM が流れておりますが、男性が生きたまま麻薬カルテルに、この要素が詰まってるにもかかわらず2ページ目っていうことは相当 Google からちょっとクリックしてみましょうか。3、2、1、はい、広告がエロい。ナイス。このスマイルマークをクリックすればいいんですかね。いきます。3、2、1、スタート。ん、別のタブが、お、動画ファイルだ。 MP4。 ちょっと、これダメだ、 YouTube 的に流せないやつだ。 YouTube で流しちゃいけないコンテンツとして明記されてるやつですよ。だからこれは画面を真っ暗にしないといけませんね。何が映ってるかもちょっと言うことできないですね。男性が素っ裸で逆さづりにされてて、マスクをかぶった武装集団みたいな人の一人がノコギリで何かを切ってるわけですよね。何を切ってるかまではちょっと申し上げることはできないんですが、なんでこんなことができるんだろうな、ほんと人ってやばいよな、これ。うわ、掲げるな、だからそれを掲げるな、ほんとに。音楽に乗ってんだよな、そんで掲げながら。なんかでも次はお前の番だぞみたいなポーズした、誰かに当てたビデオレターみたいな感じだったのかな。何なんだろう。バラバラだ。何がバラバラかはちょっと申し上げることはできないんですけれども、うわ、しかもちょうどそこ曲が終わるところで、うわ、これは絶対に検索しては。さあ、ということで今回もここからはランダムにワードを見ていきましょう。いきます。 3、2、1、 ドン。ポテトを盗んだ男。ポテトを盗んだ男ということで、そんなにヤバそうではないですけれども、いきましょう。はい。お、いきなりも検索してはいけない言葉ウィキが、え、この2番目かな、ビデオマン。はい。その問題の動画の内容は、ケニアにて2人組のジャガイモ泥棒の男たちが捕らえられ、血まみれの体にガソリンをかけられて生きたまま燃やされてしまうという内容らしいんで、ちょっとこの動画を探してみましょうか。 2000 years later。 そう、検索した結果、 Thieves burned alive in Kenya for stealing potatoes という動画を見つけました。で、ちょっと再生しようと思ったんですけれども、サムネっていうかもう再生前の画面がグロいんで、多分グロ動画で皆様にお見せすることができない動画だと思いますんで、イラストとかで紹介できればと思います。再生していきましょう。3、2、1、ドン。うわー、もうほら、うわー、男性の唇とか目とかが膨れてる。もうボコボコにされた後だ。後頭部からは血が出てます。うわー、もうジャガイモ盗んだだけなんじゃないの。何、もう国1個分のジャガイモ盗んだとか民が見てます。いっぱい人がいる。うわ、うわ、
ガソリンか油かけてる、バーンだから、バーンドだから、ちょっと炎がこんな人が見てるところで、これ公的な刑なの？もう燃えてる二人が、クローズアップされてた人がすごい、もう暴れ、周りどんな感じなんこれ。普通にスーパーの袋とか持ってる人とかいるじゃん。もう服とかボロボロで、皮膚ももうダメですよね。もう動けないか。もう苦しそうな息遣いが。ちょっとその息遣いについては動画で流すと多分バンされちゃうんで、皆様にはお聞かせすることができないですけれども、いや、ポテト盗んだだけですよ。もう来る、終わった。ちょっと豊かな日本にいる私の感性とは違う感性があるんでしょうね。ちょっとじゃがいも盗んだだけなんですよ。そう、ということで次のワードに参りましょう。いきます。3、2、1、ドン。ちっちゃなちーちゃん。さあ、ポテトを盗んだ男に引き続き、ワード自体は緩そうですけれども、可愛い感じですよね。歌詞とか曲とかあるけど、いきましょう。はい。性的ちっちゃなちーちゃん。さあ、動画のロードが終わりましたので、早速再生してまいりましょう。ちっちゃなちーちゃん。3、2、1、ドン。見るわい。当該作品は公共の安寧を妨げるフィルムとして内務省令。何これ、ちょっと検閲済みって書いてあるけど、これいわゆるいわゆる断面図みたいな。ちーちゃん、ちっちゃなちーちゃん、始まり。ちょっと、モザイクかな、これ。ちょっと、B 地区の部分と、その、お股の部分に、検閲済みっていう黒い黒塗りがあるんですけれども。何今の。怖い怖い怖い、なんだ今の化け物みたいの。私はなんだかわからないぞ。けど、可愛い音楽ですね。でも、モザイクだわ。なんだこれ。ここの部分、私がモザイクかけてるわけじゃないですよ。おまた少女？やめてやめて。ちーちゃんをいじめないでくれ。ただの子供でいさせてあげてくれよ。なんだよこれ。いや、結局そういう、なんか、言葉はちょっと選べないですけど、児童ポルノの、なんかスターみたいな感じ、ということなのかな。いや、普通の女の子なんですよ。いや、そんな時だけ、どういうポジションの子なのこれ。かわいそうなんだけど。いや、曲調が明るいだけに。ちょっと待った、怖いだろう。ただの、なんかこう、ために怖い画像がポッて出てくるんだけど、何なんだろう本当は。もう検閲済みがものすごいよ、ものすごい。内務省による検閲なのかこれ。ならモザイクかけなくてもバンされないかと思ったけど、多分モザイクかけないとバンされるわこれ。かわいそう本当に。まあでも、そういうなんか精神的に来る動画でしたね。さあ、続いてのワードを参りましょう。いきます。3、2、1、ドン。可愛くさせて。これリクエストワードだ。さあ、可愛くさせて。私のね、動画のコメントなんかにも来てるんで、全く知らないというわけではないんですが、検索してまいりましょう。はい。ほら、この画像だよな。
この画像だよな。ということで2チャンネルで、この子すごい怖いんだが、お前らの力でなんとか可愛くさせてやってくれというスレがあったみたいで、1に貼られた画像が、すいません、ちょっとここからは怖い画像なんでいきます。3、2、1、掲示板とかにいたずらで貼られる怖い画像ですよね。まあ、怖いんでこれを可愛くさせようという企画ですね。まあまあまあ、ちょっとまとめサイトを読んでいきましょうか。皆さんと、うぎゃー怖えーとか、1が怖いからね。 1の画像がお、26で、もう26で解決してるじゃないですか。顔が怖いから、顔の部分を可愛いアニメキャラに変えれば解決ですよと。これはということでね、可愛くなってますよね。そう、29で新しく画像が、うわまあ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 、でもそのなんか訴えかけるものは、ね、オリジナルがここにあるっていうのは分かりますけど、なんと訴えかけるものは少なくなったかなっていう、可愛くはないな。でもじゃあギャーということで、うわー、ちょっと待って、ちょっと待って、こっから怖いんで、怖い画像になっちゃったんで、ちょっとこれカウント付きでは皆さんに見せましょう。いきます。3、2、1、はい。で、添えられた言葉が、こっちの方が視覚的には怖いはずなのに、1の方がなんか嫌な感じがする、不思議。視覚的に怖くしてんじゃないよ、もう。後悔しました、やめて ください、すみません、ちょっと寒気がした。お、48で、ちょっといいですよこれ、いきます。まあ、念のためカウント付きでいきましょうか。3、2、1、はい。まあね、まあねっていう感じですよね。なんとなく抜けた感じが出たというか、ねえ、別に見ても怖くはなくなった感じですよね。吹いたという、ちょっと可愛くね。もうどんどん近づいてますよ。さあ、77の画像いきましょう。3、2、1、はい。もうちょっとバンドにいそうな感じのお笑い芸人かなみたいな、そういう見た目になりましたよね。幸せそうでイラッときたとか、あ、こんな人いるわとか。で、85で画像来ましたよ。いきます。3、2、1、はい。いや、ちょっとこれはちょっと怖いな、これはちょっと怖いな。まずはパーツのサイズと位置を調整してみた、できてますけどね。根本的な恐怖感はなくなった気がする。目はもう少し細い方が好みだぜ。お、で、85をさらに進化させた、もう見てみましょう。3、2、1、はい。いやー怖いな、いやーなんか怖いな、別のホラー画像になりつつあるけど。吹いた、クメタの漫画にこんなのよく出てくるの、結構好評ですよ。でも、あ、118で画像来ましたよ。さっきの85と104の続きです。3、2、1、はい。もうどんどんちょっと可愛くなってきたな。あ、なんか目の縁の色とかがちょっと怖かったのかな、やっぱり。可愛くなってきてる。残ったパーツをクリーンナップして下塗りします。目の充血を取り、眉をくっきりさせて歯並びを整えます。目元の赤はチャームポイントとして残しました。イエス、高須クリニック。もうこの時点で別人にとか、おお、どんどん見れる顔になっていく。あ、え、可愛いと、どんどん可愛くなってますよ、間違いない間違いない。もう元が何だったかわからん。103番、これ成功例じゃないか、これ完成形じゃないか、これ。いきます。3、2、1、はい。いや、もうアニメキャラですよ。ちょっとね、ぽっちゃりした、いや可愛くなりましたね。いや、それもなんとなくね、あの原型はとどめてるし、いや素晴らしいですよ GJ。 もう原型とどめてなねえよ、可愛いとか。まあ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 、お、161番でもちょっといい感じのがありますよ。いきます。3、2、1、はい。いや、なんか怖いんだけど、
なんか可愛げがある。なんかこれもまた一つの終着点というか、怖さと可愛さを兼ね備えたアニメキャラみたいな感じになってていいですよね。これは普通に可愛い。絵にすると可愛いのにな。こういう感じがとても必要。165番。これはこれもいいぞ。これもいい。いきます。3、2、1。はい。これいや、なんか抜けさせるっていうのですよね。可愛いってそういう可愛いじゃなくて、そのお茶目さをプラスするというか、可愛くなってますよこれ。添えられた言葉が、メガネをかけたら萌え少女。不思議。いや、萌えはしない。弁蔵さんポジションだわこんなの。不思議。吹いた。でもまあまあ可愛くはなってるんで。ついに来たか。85、104、118の続き、176がついに続きをアップしました。3、2、1。はい。いやもうなんか、いやもうなんか普通の人。まつげを描いて、目元を整え、肌を塗り、口の形を柔らかくした上で歯並びをさらに整えます。イエス、高須クリニ。これは期待できる。これはおそ226で続きが。3、2、1。はい。一遍死んでみる。ディティールを書き込んで完成。前髪とまつげを書き足し、いろいろとお化粧、各部分を整えた上で光を当てれば出来上がり。これでもう怖くないと思う。ミュゼプラチナ。かわいいぞこれ。おつ神、これはすごいですね。いやもう大変身を遂げましたからね。お、234でさらなる続きが。可愛くなってる。3、2、1。はい。いやもう原型はないのは確かだが、元はあの絵ですから、可愛くなったのは間違いないですよ。いやすごい。こんなできんの、こんなことできんの。思い切ってよくありそうな瞳とまつげに塗ってみた。あとは血色も良くしてみた。髪の毛は、おでこが寒そうだったので。リーブ21。234は俺の嫁、むしろ俺の嫁。しかしまあ見事に消化といった感じで良かったです。ここが眠っている才能たちが埋もれている伝説の場所。さあ続いてのワードいきましょう。3、2、1、ドン。お花さんの一日。これもリクエストワードですね。お花さんの一日ということで、別にそん…いきましょう。はい。え、これかな。お花さんの一、花がこれだなきっと。さあ動画のロードが終わりましたので、早速再生してまいりましょう。お花さんの一日。3、2、1、ドン。サムネ通り、この髪のかわいいね、お花さんが手がついてるな。その点が不気味とかそういう感じか。この職種で何されるかわかんねえみたいな。可愛いですよ。なんだこの手前のがやばい、手前のがやばい。黄色い花だ。え、別に普通じゃん。いやこの普通じゃんっていうのが、だいたい検索してはいけない言葉、危ないんですよ。おしまい。ストーリーは何だったの。え、終わりじゃないの。え、ちょっとちょこちょこ出てきて。あー、第2話ですよ。第2話。あー、ちょい、いいて、悪魔。何今の。いや、そういうさ、なんか実写版みたいなやめてね。実写ドーンやめてね。ほら、おかしいって。怖いって。怖い。まともに見ていられない。ああ、いや、素晴らしい作品でした。
やだ、こういうなんか探索ホラーやだ、探索ホラー、ノー。はい、階段、上から来るだろ。え、いや、そこは平和であってくれ。好き。そこは平和であってって言ってるけど聞いてくれるわけないですよね。眼球が。お。何このテレビ見てるおっさんのなんか狂ってる感じ。0120444。おー、目が。うんこ。おーず。44G、ちょっと後で解読します、これ。後でちょっと解読できそうなんで。手が、赤ちゃんをあやしているのか。え？おしまい。いや、素晴らしい。ああ。確かにこの後モペモペが再生されますが、似てる感じす、ちょ、再生される！おい、てめえら、チャンネル登録を忘れんなよ。ほう。